お父さん、今忙しいのは分かってるのだけど時間ある？あ、どうした？つくよみ白鳳さんに伝言をお願いしたいの。指定した場所に来てほしいと。何を聞く気だ？決まってるでしょ、漁港迷宮内の話よ。あの環境から帰ってきて無事なのは白鳳さんとロイドさんとことかちゃんとムーナの4人。ただ、ことかちゃんとムーナは素人すぎて全然状況説明が明確じゃない。だから残りの2人に聞こうと思ったの。でもロイドさん、というより第5部隊は隊長、副隊長ともに重傷、バハートちゃんはまだ意識が戻ってないし、副隊長の方は今も生死をさまよっているほど。とてもじゃないけど、それどころじゃないくらいはわかるわ。ただこっちもパトとメリアちゃんの2人が失ってる、親といえど、発言次第では私は悪側にもつく、そう捉える覚悟で話してもらいたい。お前たちは一般人ながら今回といい、前回といい、すごく貢献してくれた実績がある。そこまで誠意を見せてこっちは無理というほど俺も礼儀知らずじゃない。わかった、俺から連絡しておこう。断ってきたり、後回しにしようものなら俺も誠意をやめよう。俺だってあの二人がいなくなって気が気じゃないんだ。そう、さすがお父さん、それじゃあお願いね。さてと、世界最強から話聞いてみるか。それで何から聞きたい？まず今回の敵だったベルディアとファルドラ、この二人のうちどちらか、特定の誰かの気配を遮断、する能力を扱えるかしら。ファルドラなら可能だな。だがそれをすると能力を扱っているファルドラ本体の気配は強くなるからな。同行してると分かっているなら意味をなさないだろうな。そもそもファルドラは今回の件で死亡したことになっているが、俺は生きていると考えている。そもそもベルディアと戦っている時、ファルドラもパトと共闘していた。そして最後の時もファルドラはパトとベルディア説得に残った。つまり虚構迷宮を作ったファルドラなら抜け道を用意していてもおかしくない。むしろ十中八九抜け出しているだろう。そもそもファルドラはベルディア戦ではアシストに徹するしかないほど実力差があった。ロイドとファルドラがアシスト、俺とパトが前線で戦う、メリアはコトカと共に空間の破壊、カラフル女は脱出経路を作っていた。それが虚構迷宮内の役割分担だった。なるほど、つまりパトとファルドラは残った。だけど実際に戦ったのはパトだけでファルドラはアシスト、もしくは抜け道を作って待っていた可能性が高いってことね。でそうなれば、コタクだ、ファルドラが裏切り、生き残った、ファルドラとパトが生き残った、ベルディアが抜け出し、二人は虚構迷宮内にいる、全員帰還した、全員死亡した。だがお前らのことだ、ここから選択肢を絞ることは可能なんだろ。少なくともパトは抜け出している。だから3択。だから私は、ファルドラ関係でパトは姿をくらませている、と代案を出したの。別にパトは一般人、正義でも悪でもないあいつが何を考えてようが俺の知ったことじゃねえけどな。結局ソフィアさんの言ったことが裏付けられただけね。この人の考えを聞いたけど、結局答えは、ファルドラとホーカとパトはラディウスを倒して抜け出した。そこでメリアさんが向かって、4人全員が行方不明で、気配も断たれた。ホーカさんはローブのせいで気配をたどれない。ならファルドラか。彼がもしパトとメリアを隠してる場合、ファルドラが鍵となる。結果お姉ちゃんがもし、ホーカさんを見つけた場合、地球外に誘拐されたとか出たら目説の信憑性が高くなるだけ。もう、どうなってるのかわかんないわよ。いたな、自分で何とかしようにも真実を知れば知るほど真相がわからなくなり、気が狂うやつ。当夜のガタからしたら親友と伴侶を同時に失ったようなものだ。しかも行方不明、これははっきり死んだと言われるよりきついものがある。打ちのめされてんだろうな。行方不明という希望と絶望を半々に持たされる。そしてそれが日に日に絶望が増していく恐怖。気が狂いそうになるのは俺もわかる。おい、お前はもう旅館に帰れ。こんなところで俺に尋ねたってことはまだ自由に動けるほど回復してねえだろ。あとコトカの様子はどうだ。問題ないなら少しコトカと話がしたいんだが。旅館で休んでる。私も戻るから一緒に来てください。ここで待つ。ことかを呼んでくれ。ロビーで待ってたらいいのに。そがき、覚えておけ。俺はことかの父だ。そしてお前は俺の親友の娘。俺からしたら娘と近い年の女。間違っても1ミリもお前に下心なんてわかねえ。だが第三者にはそんな事情なんてお構いなしだ。緊急時に女と一緒にホテルに入った。そんなスクープを立てられてみろ。俺も迷惑、トウヤにも迷惑、そしてパトだって悲しむ。安易な行動は慎んでんだ。世界最強とかいう面倒くさい肩書きができてからな。さすがですね。お父さんは多分そんなところまで気が回りませんよ。タイヤは昔からモテてなかったからな。俺とは違うんだ。さっさと呼べ。この人たちと態度悪いくせにすごいデリケートなんだな。お父さんが私に用事でここまで来てる。せっかく仲直りできたのなら一度話しておきなよ。どうしても嫌なら私が伝えておくけど。いえ、おそらく私の調子が気になったのでしょう。顔は見せておきます。ありがとうございます。せっか様、どうでした？ソフィアちゃんの説がやっぱり濃厚かもね。でたらめだけど。
どうしろっていうのよ。宇宙よ、どこの星かも全然わからない。能力が戻っても地球外なんて無理よ。どうもこうも方法がない。となればこうやって調査してても待つしかない。って結果を突きつけられるだけじゃない。私は無力だ。必要な時に力が使えないなんて。ゼッカ様、パパ君とメリアさんがいなくなって2日経ってから一度も寝ていない。このまま倒れてしまうんじゃないかって思うと。でもどう声をかけたらいいかわかんない。きっと慰めるとゼッカ様は怒りで気が狂ってしまうし。よしよし。言葉なんていらない。ただそばにいてあげよう。ゼッカ様が安心できるように。なんでしょうか。オーラは安定してるな。さすがに丸1日経ってんだ。ガス欠の倦怠感もなくなっただろ。はい、おかげさまで無事です。そうか、お前を呼んだのは渡しておきたいものがあったからだ。カチューシャ、ですか。ああ、お前の母親、琴葉の形見だ。俺が琴葉に送ってそれをずっと身につけてくれていた。亡くなる時までな。ずっと持っていた。そして手放すつもりは一切なかった。めめしい話だがな。でも俺は琴葉を見て思ったんだ。お前は本当に琴葉に似ている。正直よ、俺はお前を見ると心苦しいんだ。見た目も、雰囲気も、喋り方も、日に日に琴葉に似ていくお前を見ていると俺は、ひどく寂しくなるんだ。琴葉が生きていれば、琴葉がそばにいてくれたら、琴葉がいれば俺も幸せな家庭っていうのを感じることができたのか、そんな俺の未練が駆け巡ってしまうんだ。お父さん。だが今回の件で俺は理解した。琴葉は琴葉であってどうあっても琴葉にはなれない。お前は見た目こそ琴葉だが中身は別物。いやぶっちゃけ俺に似て強情で頑固で喧嘩になるとひどく強気。笑ったよ。おかしな話だろ。俺が育てたわけじゃねえ。でも俺に似たんだ。遺伝子っていうのもバカにできねえよな。結局何が言いたいんですか。悪い。俺が言いたいのはこれは俺が持つべきものじゃない。俺や琴葉はお前に何もしてやれなかった。何も愛情を与えてやれなかった。だから俺と琴葉の思い出の品を受け取ってほしい。俺はこれから先も変わらないだろう。ずっと父親らしいことはできない。もちろんお前の母親も変わりはいない。そして帰ってこない。だから俺の一番大事なものと一番大事な人をお前に渡す。一番守りたいお前にな。お父さん、受け取ってくれるか。琴葉、綺麗、ほこり一つついてない。どうですか。あ、そうだな。全然ダメだな。琴葉に全然及ばねえわ。似合ってるの一言も言えないんですか、このへそ曲がり。じゃあお前がそのカチューシャに似合うくらいいい女になれ。その時褒めてやるよ。いいですよ。私にはもう大事な人がいます。お父さんなんかに褒められなくても平気です。琴葉、今が正念場だぞ。今パパは行方不明だ。牢屋には行ってねえが俺も全力でツテを使って捜索している。へたれてんじゃねえぞ。俺の思ういい女は精神的に強い女だ。支え合える良きパートナーとなれる存在。愛されたいだけの愛玩具になり下がるなよ。私にもできることありますかね。あるだろ。ないなら信じて笑顔で待ってろ。そして当然のようにお帰りと言ってやれ。それがお前が他の奴らに負けない武器になる。当夜のガキや他の女に負けんな。お前は俺と琴葉の娘だ。やれるさ。そうですね、私も負ける気はありませんよ。要件は以上だ。何かわかったら連絡しろ。俺もパパの件で何かわかったら連絡してやる。はい、お願いしますね、お父さん。パパ、どこに行ったんだ。お前は。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。